ゴルフはイメージ、下半身躍動。プロゴルファーの奥山です。ゴルフはイメージ力が大切です。イメージが間違っていれば正しいスイングができません。この動画を見てイメージを良くしてちゃんとしたスイングを身につけましょう。では見ていきましょう。テイクバックから左足でリードすることによって捻転が解放されます。このように左足を使ってヘッドが走っています。このようにスイングをしていきましょう。ゴルフは手を振るのではなく、テイクバックの捻転をいかに解放するかです。分析です。さあ、これからしっかり分析しましょう。ここからですね、問題は。足で動くから手元が下ろされて手首の角度がほどけてインパクトを迎えます。こうなりますね。わかりますか？しっかりと足が動くからヘッドが動いていることがわかります。普通のスイングのスピードだと手を振っているように見えてしまいますね。これ見てください。足がこのように伸びてくるから曲がっている手首やヘッドが振られてくるということになりますね。捻転された体が左足によって解放される、これが本当のゴルフのスイングです。これをしっかりイメージして練習しましょう。この時力はある程度抜いてください。力を入れてるとこのようにスムーズに動きません。足が動くから振られる、この動きが大切です。この動きを理解するのに感覚ドリルという練習があります。概要欄から感覚ドリルを検索してぜひ見てください。見てください。足が動いてヘッドが走っています。このイメージです。このイメージを間違わないようにスイングを覚えていきましょう。手やクラブを左に振るのではありません。足が動くから振られる、これがとても大切です。人間の関節はスムーズに動かすことによってスイングのスピードが上がります。そして再現性も上がります。手の力では再現性は低いです。連続再生。先ほどの説明をしっかりと頭に入れてこのスイングを見てください。連続再生を見ながら左足が引っ張って振られているんだというのがよくわかります。なんとなく見てしまうと手を振っているように見えてしまいます。力も入って見えてしまいますが、先ほどの説明を聞いてから見ると少しイメージが違いますよね。スロー再生。速いスピードで見るとどうしても力が入っているように見える人はスロー再生で確認してください。スローを見てどこが動くからヘッドが走るのか、腕が走るのか、それをしっかり見極めてください。ではご覧ください。左足リードで下半身を躍動させてください。ご視聴ありがとうございました。